プラットフォーム、中萩方より、新居浜駅は、愛媛県新居浜市境町2丁目にある、四国旅客鉄道、日本貨物鉄道予算線の駅である。駅番号は Y29。駅名標のコメントは、太古台と別市道山の駅、東予地方の無人駅の管理駅である。この地方最大の都市の駅であるが、臨海部と山陸部で二極化して発展した町である。ために、 その中間に位置する駅周辺の開発が自然発展に任せていた状態であった。この件については新居浜市市街地も参照。そのため、工日の再開発着手前までは町の規模からは想像できないほど錆びれた印象であった。当駅の立地要因として、まず挙げられるのが、塩田として栄えた本市滝浜地区への配慮である。駅開業時の対象時代には路線を 原市内上部地区旧国道11号線の近隣に付設する案もあったが、原電の繁栄が著しかった滝浜地区に駅を作ることがどうしても不可欠となり、滝浜駅から延伸したエリアである当時にぎわいの薄かった原、堺町の近辺に当駅を設けることとなった。また、別の理由としては、鉱山都市として発展を続けていた本市では、予算線の開業よりも前に、 すでに市内に鉱山鉄道が開業し、銅鉱石の輸送のほか、鉱山労働者の輸送も行っていた。そのため、国鉄の駅の立地がさほど重要視される時勢ではなかったことが挙げられる。住友別市鉱山鉄道が廃止された現在では、駅周辺は市の玄関口としての重要性から、本市の新都市拠点と位置づけられ、都市機能の充実が進められている。 単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線のホームを持つ地上駅。駅舎は、構内の北側、単式ホームの一番線に接し、タッチパネル式の券売機のうち一台は指定席券売機となっており、新幹線の指定席券などの購入が可能。改札口は、友人改札となっている。ホーム間の連絡用に、個線橋が設けられ、 2017年9月28日から古選挙用にエレベーターが運用されている。駅舎には緑の窓口セブンイレブンキオスク新居浜駅ワーププラザが入居している。2015年9月までは喫茶店としてリトルポット新居浜店もあったがキオスクのセブンイレブンへの改装に伴い閉店した。またワーププラザの隣にも店舗スペースがあり、ベーカリーとして ウィリー・ウィンキー・新居浜店が営業していたが、ウィリー・ウィンキーのステーションクリエイド東四国への、九州合併に伴う、店舗再編により2020年8月末に閉店。空き店舗状態を経て、跡地には2021年4月、新居浜市観光物産協会運営の観光、物産案内拠点、ここ来るニ位は、間がオープンした。待合室側に向かって、 発車表が設置されており、現役者が共用開始されてから長らく回転幕による表示方式を採用していた。この発車案内表は2008年1月に LED で表示を切り替える方式に変更された。LED 式発車表では特急列車の停車駅や途中で編成を分割し、別々の終着駅に向かう列車については、 それぞれの行き先に向かう車両の合車番号なども案内できるようになった。さらに前述したバリアフリー加工時により各ホームにも発車票が増備されている。なお、最寄りの友人駅である伊予西条駅や松山駅などで使用されている列車の入線を案内する自動音声放送は採用されていなかったが、これもバリアフリー加工時により導入された。入線メロディーは、 自動音声放送導入当初は設定されず、入線する乗り場と列車の上り降りの別、黄色い展示ブロックまで下がるように注意する。日本語アナウンスの後、同様の内容の英語アナウンスが流れてから、警告音で注意を促す方式となっていたが、2017年10月20日に、音声が更新され、JR 四国基本型、香川県内の主要駅を中心に、愛媛県内では、 今治駅でも使用されている。かつては、伊予西条駅、松山駅でも使用されていた。の入線メロディーである、瀬戸の花嫁の使用を開始した。2018年4月27日からは、新居浜太鼓祭りで使用されている、超うさじゃに変更した。貨物駅、JR 貨物の施設は、本線の南側に位置する。2面2線のコンテナホームが、東西に並んで設置されている。 二役線は、三番線から、中萩駅方面に伸びる引き上線から分岐している。貨物列車は、高松貨物ターミナル駅方面との間に1日に、往復高速貨物列車が運行されている。高松貨物ターミナル駅へ向かう、上り列車は、同駅よりも先に直通し、大阪貨物ターミナル駅や東京貨物ターミナル駅へ、向かう。 2019年度の1日平均乗車人員は1948人で、ある。また、四国4県の統計年間の2004年度分の駅別輸送実績を参照した場合、JR 四国全258駅,駅駅中10位、予算線全94駅中9位、JR 四国の愛媛県内の駅では、松山駅、今治駅に次いで3位となる。 近年の利用者数は総じてみれば増加基調をたどっているが、これは通勤通学の定期利用客の順調な増加が長距離利用客が多い定期外利用客の減少をカバーしているということである。定期利用客の増加の理由としては、駅周辺への事業所の集積が進みつつあることや、予算線に並行するバス路線が縮小されていること、 定期外利用客の減少の理由としては、1998年の赤市海峡大橋開通や徳島県内の高速道路延伸により、大半ダイヤを拡充させた高速バスと間で、競合が引き起こったことが挙げられる。近年の1日平均乗車人員は以下の通り、2011年度の年間コンテナ発送量は106,578トン。 到着量は35,011トンであった。四国内では高松貨物ターミナル駅に次ぐ取扱い量である。新居浜市の代表駅であるが中心部からは離れている。中心部へは愛媛県道134号国領高木線が伸びており、新居浜市のシンボルロードと位置づけられている。駅前再開発により周辺では事業所、商業施設、 マンションなどの進出が進んでいる。長年の懸案である駅周辺の再開発が地元住民の根強い反対で幾度も頓挫したが、1998年にようやく事業が開始され2011年に土地区画整理が完成し、市の新しい都心としてこれからの発展が期待されている。これに伴い駅舎の外観が改修され、イメージを一新した。 2013年現在、駅南側の広場の改修及び屋内型の有料駐輪場の整備などが行われている。ただし、駅及び鉄道施設等は計画に含まれておらず、駅南部の再開発を待って、県の事業として効果化される予定であるが、県は松山駅周辺再開発と効果化事業を優先しており、新居浜市や商工会議所などによる 事業化陳情がなされてはいるが予定の目途は立っていない。また財政面や集客力などから、駅周辺再開発の効果に疑問視する人も多く、市議会選挙あるいは市長選挙において争点とされることがある。さらに前日の通り2000年代後半から2010年代にかけて、新居浜市による再開発に合わせる形で、現役者自体の外装リニューアルや、 バリアフリー化などが行われたこともあり、高架化事業は当面行われるめどはない状態にある。外観改築前の駅舎と築格整理後の駅前バス、停留所は、瀬戸内運輸の地盤であり、同社及び共同運行の阪神バスによる、阪神方面への高速バスや、多くの近、中距離路線バスが発着する。市内では、住友病院前停留所と並ぶ。 バス交通の拠点としての役割を担う。利用者は近距離に関しては比較的少ないが、高速バス発着時には停留所付近が混み合う場合がある。最も便数の多い路線は、駅から北進し、市役所付近の館長街、中心商店街地区を経由し、住友病院前へ至る路線であり、西条、今治方面へ至る路線もそのほとんどが、同区間を重複する。 この区間内には、市内最大の商業施設である、イオンモール新居浜の停留所があるため、アクセス手段として用いられているほか、日曜、祝日には、通常の路線バスとは別ルートを通って、直接、イオンモールへ向かうシャトレバスも運行される。また、新居浜市が運営する、別市山地域バスも、本停留所で乗降できる。バス乗り場は1番2番の2つがあり、おおむね、 駅から北へ向かう路線が一番乗り場、駅から南へ向かう路線と高速バスが二番線となっている。なお、改装前は駅舎前の交通島に発着し、横断歩道を横切る必要があった。新しいターミナルでは傘を差さ,さなくても雨に濡れることなく、バスに乗り換えられるようになった。また、2012年10月の路線、ダイヤ変更により、これまで、 新居浜駅からのバス利用では、乗り継ぎが必要だった愛媛老妻病院、従前総合病院へ直接行ける路線が、設定された。駅前バス停瀬戸内運輸別市山地域バスなお、東京行き、パイレーツ号は、同駅を経由しない。新居浜市内の乗車場所は、住友病院前となる。新居浜市運輸観光課が、市内南部、上部西。 東地区及び北東部の路線バス空白地の交通を確保するため市内のタクシー会社に運行委託して運行している。新居浜駅は運行エリア外だが交通連結点として特例で乗り入れる。登録制で原則としてバス停留所から直線距離で300メートル以上離れている世帯が登録対象となる。平日日中のみ運行。 愛媛県駅乗降客数。2021年3月11日閲覧。車でトレイン駐車場は、南駐車場ゲートなし区画で、用意されている。市営駐車場は、ゲート式一般有料駐車場であるため、新居浜駅では誤って、市営駐車場に止めないよう呼びかけている。JR 新居浜駅列車接近放送メロディー、超大嘘じゃの導入について新居浜市。 四国旅客鉄道、オリジナルの2020年12月26日時点における、アーカイブ。https://web.archive.org/.web/.20201226123518/.https:www.jr-shioku.co.jp/.03、ニュース、プレス、 2018%2004%2023%2003PDF2020 年12月26日閲覧。宮古晴美さんの曲に、交通新聞 P1 会社案内 JR 四国愛媛県統計年間。ありがとうございます。